あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。さて次はなんとカップルでの出場だ。なんたる場違い。しかも初参戦。行き着かない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの。はぁ、素人が。人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。この結果を誰が予想したでしょう。まさに大胆展開し、勝利したのはなんとクラウド&エアリスチーム。まずは1回戦突破だね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。もうおしまいだ。次の試合までしっかり休んでおく。クラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。何立ち上がってくれてんだよバカ野郎。大野こいたじゃねえか。あらあら、題します。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様
お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつ、ここで会ったが100年目恨み腹させて恨み100年100年も経ったか。うるせえ見やがる。おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール無用の闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。オッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。多勢に無勢、ここに極まる。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディーファイト。やっ、あぶりだ。燃えるよ。あれ、やっ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 、なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。次決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩、二人で頑張ろう。あ、それ言ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、やあ。まずは小柄ながら並み居る強豪を華麗になぎ倒し、大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。
数豪快、再起不能した相手は達人です。要員送りは当たり前、ゴミ掃除はお任せあれ。断罪の処刑マシン、チョコボサル推薦、カッター&スイーパーの入場です。神羅の機械兵器か。そんなのあり？さあ、100万ギルは一体誰の手に？さあ、泣いても笑ってもこれがラストだ！コルネオ杯決勝戦、レイファイ！刻む！やっ！おとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん、喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てば、さすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。マジであんたら最高。準備はいいか。もう賭けなんて関係、頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリース。しますわ。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。
我らがドン・コルネオの秘密兵器ヘルハウスの入場です。ただの家じゃないようだな。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦レディーファイト。
珍しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい？いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。いや、あのさ、よかったら、今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるから。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから。さてと、話はここまで。着替えたら街の外には出られないけど、そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の下、そうだね、女連れじゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの街に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておく。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりも。さてと、ついでに叩き。それじゃんヤリス、ついてきて。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ、そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。マムから話は、女連れでチャンピオンになっておいて。は？汚るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。まあ、確かに兄ちゃんはなんつうか、腕っぷしは強いんだろうが、どうにも。なあ、この機会に一発の男として、いろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるなら、なおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。どこが危ないか。いらっしゃいませ、何かお探しの商品。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ、すぐそこの酔いどれって店にいるから。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと。さあ、まずは依頼を。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。食べ始めたら止まらない。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場。常連さんが多い店ですから、入るときはちょ、そんなずかずかの。大人の世界にはいろいろとしきたりがあって。まっ、あんたが親父だな。わしの息子は、アホ面だと。とにかく
いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父。俺力になるからさ。おお、本当。実はマテリア屋の店主にかけでわしの大切なインスピレーション。わかった。なそのインスピ。待ってろよ親父。ほら、お前。じゃけ何に使うかよくわかんない。怪しい匂いがプンプンするさ。ちょ、置いてかないで。これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピ。ああ、でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで買う。何？でもそうだな。頼みを。なんだよ。兄さんたちを男。宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。宿屋自販機。あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。自販機のあれ見破るのはこの俺だ。おい、一人で一気ですか。俺の豊富な知識がなくちゃ自販機の秘密は見破れませんからね。あった、このパッと見は普通。いいですか。どこに。そこれまでの知識や経験を総動員、心の目で見破る。俺を誰だと思っている。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ。ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。これは早くしまってください。こんなとこ危ない。ビビ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 、とにかくあれはゲットしたんで、早いとこマテリア屋に戻りましょう。みんなが俺を見た。チャンピオンってこんな気分なんだな。クラウドさん、早く。俺たちの戦利品ババーンと。おお、待って。ささ、クラウドさん。これを。おお、マジか。このくらいどうってことない。いやー、恐れ入ったぜ。見かけによらず経験豊富。ま、くー、さすがチャンピオン、憧れます。さてと、約束の物。はあ、だから悪かった。今は確か定食屋。ああ、でさてと、やる気も出て。ほら、用が済んだな。定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋。まだまだ余裕はない。今日のメニューは、どの定食にすべきだ。俺ってこんな時すぐに決められないんだな。待ってください。いらっしゃいませ。なあなあ、あんたマテリア屋。マテリア屋なあ。そんなことより、あんたら料理。いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。火力か電気か。考えられるとしたら、原因は漏電とか。あちこちボロボロだし。おう、兄ちゃん、イカズチにしても漏電って怖いこと言うなよ。一応勉強に。ねえ、
奮発して最新機器に総入れ替えだ。えい、お待ちそう。いただきます。腹がだ、ダメ、こぼれる。料理人妙理に尽きるね。あんた、これお礼と薬や商品クーポン。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。おい、店の前で。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。ったく、今日はやけ。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。こいつを置いていくわけにもいい。そうだ、あんたその格好軍人さんかなんかの治療の経験もそこそこあるんじゃないかと。助かるよ。そうだな、あんたにこの薬を届けてくれ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。薬を持ってきた。見せてみろ。はあ、すっきりした。いや、もう詰まり詰まって体すげえな。神様が。何でもやだ。何でもや、様様だよ。たっ、ありがとな。ところでここどこ。おい兄ちゃん、ここで粗相したノトレ人でも助けてやんねえぞ。お、もう少ししたら歩けると思うんで。あいつを譲ってくれ。やめて、人を呼ぶわよ。そんなことか。あの強烈な薬を持ってきた。見せてみろ。まとわりつくよ。助かった。あ、空気がうまい。召喚マテリアイスの召喚獣キャンデアレクサンダーを持ってるだろう。奥にいるやつ誰。ただのよ。ま、珍しく。この店こそ。お前ぼちぼちですよ。珍しい。ではママがいるか。またまた最近店の着きましたね。あー、ときめく。あの、俺の花束マイハニーに届いたかな。あなたは聞いたか。本当が伸びというわけか。最高のハニーガールはメリカちゃん一択。いや、危険に備えるって大事ですよね。真実にあらず、新人のフォリアちゃんを押すべし。されば真実の扉は開かれん。アニアンの。さあ、もう一軒行こうよ。ここはな、これで。今日の流れだとこっちよりか。ああ、もう頑張ってください。
あの定食薬を持ってきた。見せてみろ。ありがとう、はあ、安心したら今度はと戻るか。プレートの上はチョコボ豆のポップチョコ味のポップ。俺たちの一晩中で、そのカメ、いやメカみたいな恐ろしいクラウドさんの剣がずが。いえ、あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外のやつできるだけのことはした。ありがとな、助かったよ。じゃあ約束通り報酬な。ちょうどいいもの。ま、もともとは服屋の定食屋から話は聞き探してた。ああ、当たり。ここ毎晩集まっては景品を買うんで、巡り巡ってこいつが俺んとこに来て超レアもの。ま、持っててもこれって。クラウドさん早く見つめて。いや、服屋の親父によろしく。クラウドさん早く早く。インスピレーション、騒がしい。そういうことだから。おやすい、アトリエみたいね。余裕で余裕で。あっ、もう早く助からない。この群れの高鳴り、ああ、もう抑えられない。おやじ、待たせたな。ああ、こんな息子、例のもの、取り。おお、これはまさしく。おやじ、それって、そうよ。あの娘たちにドレスをプレゼントして、よ、ミツバチの館の。やっぱり。そうと決まったらこうしちゃいられん。すぐに店に戻ってプレゼントを。俺も通するぜ、おやじ。はあ、分かった。言うやろ、やめられない。チョコボ豆のポップだ。いろいろと面倒だったろ。さあ、クラウドさんも一緒にウォールマーケットのお勉強。仕事は終わりだ、あとは好きに。わかります、その気持ち。は？一緒に行けないのは残念ですが、ここはウォールマーケット。クラウドさんのため体を張ってきたこの俺にドーンと。待ってろ、ミツバチ。待ってろ、娘。ろくでもない大人が多くて。そうだ、おお、どうだ、欲もいろいろ。初体験。このくらい慣れてる。依頼は？いや、最後にもう一件だけ頼む。どういうことだ。ま、とにかく闘技場へ行ってくれ。話はそれから。観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。さあ、今宵のチャンピオンクラウドが再びリングに戻ってきた。今最も熱い男に対するのは、身を焦がすほどのダイナマイトボディ、ベリーホットボーイ。会場の熱気も爆発させてもらいましょう。レディーファイト。続け。よっ。あっ。集中していく。出だす。
切り崩す。シュッ、見せろ、でも来い。シュッ、見極める。シュッ、見極める。まだだ。カッ、突き詰め、フッ、えいっ、えいっ、行くぞ。フッ、やっ、終わりだ。シュッ、フ、動けるうちに。フッ、来い。さすがはチャンピオン、あんたの取り分。ティファの件、詳しく。ああ、ティファちゃんもボムに負けず。おい、騙すようなことをして悪かったよ。でもまあ、あんたが本気でティファちゃんを助ける気、今の戦いっぷりでよく分かったぞ。遅い。それまさか、言っただろう、面倒ごとに巻き込まれるのはごめん。ただ今のあんたなら俺の手なんか借りなくてもティファちゃんを助けて。ここに来た頃よりずっといい顔つきになった。さあ、お勉強はここまで。そろそろ姉ちゃんの着替えも終わる頃なんじゃねえか。女を待たせると怖いぜ。ボムみたいにみるみる膨らんでドカンだ。落ち着け。ティファがどうした？もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて。でも分かった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ、俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズバッって。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時どうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか？ない。じゃあ俺はここで、いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら。了解です。お前か。推薦状は手に入れた。ん？あれは女、エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。
オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。アリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん、それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ聞いたけど心配だもん。ここは思って、オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつ、ほらこっちこっち。どこへ行くつもりだ。私マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人。うん、どこ行くの？そりゃメッピーさんだ。何言ってんの？役になって。かわいい彼女、僕とお茶しない？館のあの子にまたキュウリを積み込んじまった。2時間も待ったわね。ママがいるから毎晩飲む。服に着られてる。夜の月に咲くのくるみの花。帰るぞ。咲きました。ここが蜜。ここは蜜蜂の館。代理人のアニアン・クーニャンです。そしたらクラウドも一緒に。コルネ、クラウド、女の子の服も。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんて。だから絶対。いや、ティファを助けるため。待て、いい？するしないのはどうやっての話。アニアンは人格者だって言ってた。あのマムがだよ。だからまっすぐ事情を話してみよ。当たってくだせ。あの、いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番の。アニアン・クーニャンに会い。クラウド様ですね。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。ステージ？ええ。さあ奥の扉までお進みください。ついに館に来る夢が叶った。お待ちしておりました。アニアンご指名のお客様ですね。こちらへどうぞ。おや、クラウド、うん、あんたも隅に置けないね。しばらくお待ちくださいね。筋肉すごい。ツンツンしてる。
寸女が欲しいんだっていいだろう。では花嫁にふさわしいとダンスで証明してもらおうか。私について来られるか。キュンとしたよ。いいだ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあお待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。
本当の美しさは心持ち次第。いいかクラフ、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったね。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない。すごいステージだったね。びっくりしてたもん。クラウド？クラウドさんですよね。クラウドさん。クラウドさん。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。おっと、クラウド君の晴れ舞台と聞いてね。その格好じゃスクワットは難しいだろうけど、落ち着いたら。これはまた綺麗どころか。うわ、すっげえ美人。マダムマムとアニャンクーニャンの推薦状を持ってるの。正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう。はい。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。マムの推薦か。かわいいな。おい、勝手に触るな。アニアンの推薦か。ありだな。おとなしく部屋で待っててくださいね。部屋は奥だ。急げ。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ。クラウド。おらら、どうされました？最初のすぐれませんか？いけませんね。スタッフまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。えやってるだろうか。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃ済まねえぞ。分かってんの。今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？あ、ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。
ちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん。アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる。そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？娘どもここに整列。ふん、うん、見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。ほひー、いいの、いいの。どのおなごにしようかな。ほひー、ほひー、お前にしようかな。それともお前かな。おひー、決めた決めた。今日のお嫁ちゃんは。今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ、ゲス野郎。あ、おい、今の誰だ。お前か。いいね、いい。その跳ね返りへし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわっ、おい、拒む仕草がうぃの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃー、よっしゃー。お前たち、俺こっち。
さあ、子猫ちゃん、俺の胸へカモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。よく見ると可愛いの。寄るな。はひー、これは新路線、たまらん。これは何だ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前らお客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。いや、コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい。準備？それならいつでも。ティファ、どう？4人。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前、トリジョロ。何しやがる。エアリス捨てて。くむ野郎。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してやる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。急ぐんだ。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつ。いけ。やっ。覚悟して。チャージを引くよ。やっ。ふっ。それ。やだな。うっ。当たれ。終わり。止めた。勝てたね。何しに来た。お前らは不合格だ。これで安心。古文は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。おひ
男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、ああ、何の話だよ。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ。シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひうん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラは魔鉱炉を爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒュードガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあったろ。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな。ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。何が何だかわからない時か。うん、コーヒー惜しい。正解は教えない。